はい、始まりましたということで、こんばんは、かなです。今日は宝冠町商店街にやってきました。この前私一人でぶらり旅をしたんですけど、なんかここの宝冠町ってすごいなんかディープなスポットが結構たくさんあって、あのね、もっともっと知りたいなと思ってちょっと調べてたんですけど、あの一個気になる店がねあって、今日はあのちょっとこねってあの知り合いの方があの撮影をね、あのオーナーの方に頼んでいただいて、あの OK が出たんでちょっと行かせていただこうかなと思います。ハイクラインがちょっと怪しいよねっていうので撮影してなかったところだったんですけど、念願のですね財和家さんというところにやってきましたじゃあちょっと行ってみたいと思います。さっき連絡したんですけど、あの取り付けてくれた向井さんという方中にもういるっぽくって、それでは早速行ってみましょう。お店の目印がこちらのプレートになるんですけども、ちょっと入りにくいかなという雰囲気なんですよね。いやー、この先が気になります。やばいこれ。でも奥っぽいんで行きます。おー、暗っ、暗っ、うわ、入り口がすごい。あ、でもステッカーとか貼ってある。でもおしゃれ、暗いから見えんけど普段。こことかもさ、なんか竹なんだけど。はい、着きました。おお、ここあれなんか大丈夫、ここ道ここっす大丈夫かな、よかった。いやいや、全然無事、無事会えました。中井さんね、中井です、お願いします。お願いします。しかも意外と広い店内が、広かった。もっとこうなんかちょっと狭い感じなんかなって思った。入り口だったね。そう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 、入ってからはすごい空間が、隠れ家感があります。あります。はい、というわけでこちらね、ジャマイカ料理がいただけるというお店なんですよね。で、こちらね、営業されてから18年ということで、こちら18年間ずっとろうそくを垂らし続けた結果がこちらになってます。すごい。注文していきたいと思います。ということで、なんか私よく SNS でこのジャークチキン、これがよく載ってるやつですか？あ、これめっちゃ有名です。あ、これ有名なやつ。はい、これ有名なやつ。これ有名です。これ絶対いいよね。これちょっと外せないですね。ね、はい、私このなんかチャーハンも気になるんやな。チャーハンめっちゃ美味しそ う, そうす、ね、あとシチューとかも。シチュー、いや、めっちゃジャマイカ料理ってシチューもあるんだ。みたいですね。なんかあんまり私ジャマイカの料理は分かってないんだけど、うん、なんかもう雰囲気だけで来ちゃったよみたいな。そう、ザイマカの意味は、はい、木と水と島。それこそタイトルだよ。自然に調べてきたのに。何ですか？見てないです。自然に調べてきたのに。調べたのよ。あ、すいません、見る前に。見てないです。いや、さすが。すげえ迷ったのよ。感じでね、はい、あのそこは調べてきました、はい、そうで、どんなメニューがあるのかも気になってて、はい、で、結構なんかスパイシーオニオンフライドフィッシュっていうのとかも結構人気らしい。おすすめは一応ジャークチキンと、ジャークチキンと、あとスパイシーオニオンフライドフィッシュ、はい、とあとこっちの一品料理でチーズとジャガイモのフリッコっていうのが、こう女の子にすごく人気。うわ、そうなんだ、はい、もうじゃあもうそれで。でもめっちゃある焼きうどんとかもあるし、なんかそうグリーンガレージ、天ぷらもあります。もう何でもある。しかもお酒の、居酒屋です。お酒のメニューも、はい、カクテルメニューがめっちゃある。2ページにわたり、はい、ここからこっちもあるし、はい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 、でなんかすごい、いい雰囲気で、ね、なんか
ね、ご送信いただいたので、春巻き、春巻き美味しそう、はい、これをじゃあ食べましょう、はい、ということで、じゃあゆかさんありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。乾杯。いいね、これいいね、レッドストライプ。これ美味しい、飲みやすいかも。いや、めっちゃ飲みやすいっすね。なんかさっぱりしとる、ビールなのに。そうですね、うん、チーズ、チーズ、チーズ、いや、春巻きチーズって入ってるの初めてなんだけど、うまっ。これ分かった、はい、これチーズやけん、これ合う、合うって、めっちゃ合うって。いや、ジャマイカ料理初めてなんですけど、なんか面白いですね。はい、はい、はい、めっちゃ似合います。ですよね、はい、ですよね。今日は人のなんですけど、ちょっと衣装チェンジしまして、はい、これでこう気分も上がるかなみたいな。いや、めっちゃ上がりますね、うん、どうですか。いや、なんかめっちゃ似合います。やっぱり、やっぱり。お店の人がなんと、はい、帽子を持ってきてくれて、どこにあったんやろみたいな。めっちゃいいっすね。いや、帽子あったら雰囲気出るのにって言ったら持ってきてくれるっていうのは最高ですね、このお店。ここほんま、ほんといいとこ。はい、はい、お待たせしました。ダッキンです。これかけても美味しいです。美味しそう、めっちゃ美味しそう。やべー、これがやばい。はい、ということでやってきました、ジャークチキンです。お、すごい、見てこれ、やば、え、やば、お、唐辛子、とりあえず1個食べたいと思います。お願いします。やわらかい、やわらかいし、めっちゃスパイス効いとる。しかもすごいわ、味が変わっていく、味が変わっていく、スパイスの味が。なんか小豆、赤飯、豆乳で炊いてるんですよ、豆を。あ、豆とか。そうなの、はい、あ、こういうこと。あと口に入れた時と噛んだ時の後の味が全然違って、で、なんかこう鼻にスパイスのなんか匂いが通る感じ、やば、めっちゃいい。え、これで、このボリュームで830円、安すぎる。いやー、カナちゃんがっつり美味しそうに食べてますよね。まあ、この撮影の前にもカナちゃんハンバーガーを4つ食べてこの撮影に挑んでんですよね。いやー、すごいわこれ。これは女子に人気のチーズとジャガイモのフリッコ。はい、ということでジャガイモとチーズのフリッコ食べたいと思います。いただきます。お、いい匂い。あ、くる、あ、おいしい、しょっぱい、甘い、でも中甘い。なんでなのか、まあ、甘くないですか。
でもね、じゃあ王道2をね、と何すかこれ、フライドフィッシュ、はい、いただきます、はい、スパイスありすぎてちょっと刺激が強いかも。すごい汗出てきた。これはあれ、あの代謝力ありそう、ほんまに。はい、どうぞ。ありがとうございます。キビ砂糖、キビ砂糖、あ、甘いのがいい。ふっくらくるけど、もくもく、もくもく。これ、このキビ砂糖めっちゃ美味しい。初めて食べたこのドーナツ、普通のドーナツかと思いきや全然味違う。なにこれ、辛いのもあるけど、辛いの好きな人にはすごいと思うし、相又さんの、ジャークシーズニングという、あのこのタレ、秘伝のタレですよ、これ。これがあの今日食べた、ジャークチキンライス&ビーンズのやつ のチキンを作るときに使ったタレです。で、これにつけて、何だっけ、寝かすんでしたっけ、2日か3日寝かしたら、あのここと同じ味のチキンが食べれるということなんですよ。でこれをね販売し始めたらしいんですけど、もう最初にこう販売したら100個も全部売れちゃったらしくて、もう即完売。そうね、あのもう一回こう再発注して、そう、受注生産で発注して今作ってる途中だそうです。で来月4月からまた再販されるそうで、ホームページもこちらまた4月から作られるようで、そちらの方でもあの購入できるみたいです。お店でも購入できますので。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。あのちょっと言えなかったんですけど、あのここはあのテレビとか雑誌とかは NG 出すそうですね。そうです ね。でもあのなんで NG なのかというと、まあ、やっぱ隠れ家的なお店として経営してて、まあ、ずっとね名古屋でね、でこう隠れ家としてこう愛用してくださってるお客さんをやっぱり大切にしたいからっていうオーナーの気持ちで、ここをね、まあ、ちょっとひっそりとずっと経営しているそうです。で今回ね YouTube は OK っていうことで、もう本当にありがとうございます。いやいや、もうゆかいさんのおかげですよ。ありがとうございます。いや、マジでお好きやでもちょっと今日オーナーのことは私は好きになってしまいまして、やけどするよ。めっちゃいい人。もう本当店の雰囲気がね、もうこのお腹が伝わるように本当に居心地が良くて、ありがとうございます。なんかずっといてしまうような感じ。頑張ってくれていいよ。隠れ家的な感じで。そうですね、もうずっと、はい、隠れ家ですね。何年ぐらい？18年目ですね、2004年からなので。ずっとここですか？ずっとここです。はい、最初はなんでここに防寒所に作ろうと思ったんですか？今はこう若い子たちがいっぱい入ってきてこう賑やかになってるんだけど、僕が作った時はもう何もなくて、街灯すらもついてなくて、真っ暗で、めっちゃスラムじゃん、スラムみたいな。で、ここにいらっしゃいます。なるほど。この奥まったかも、なんだろう、この家っていうか。そう、昔ね、ここに住んでたんですよ、僕。え？そうなんですか。もともとあって建物自体は、そうで、ここ借りてて、でここでお店しようと思って、建物のこういう内装とかも、内装は自分でやります。いや、この雰囲気、これ自分でやったんですか？すごい仕事ですから。じゃあ、好きな人の話は聞くよ。めっちゃ覚えてたから。でも全然、普段はパカみたいなの、右か左か。
バンスピチューブを始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。